しかし一緒に暮らしていてそれしか切り裂きケニーの情報がないってどういうことだよリヴァイ。悪いな、奴のフルネームも知ったばかりだ。ケニー・アッカーマンって名前らしいが、お前の親戚だったりしてな。生前の両親の話では父の姓アッカーマン家は都市部で迫害を受けていたと聞きました。東洋人である母の一族は人種の違いからか町に居場所を失い、お互い壁の端の山奥に追い詰められた者同士が出会って夫婦となったのです。なぜアッカーマン家が迫害されていたのかは分かりません。母のような人種的差が父にあったようには見えませんでしたし。お前ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことがあるか？あります。ケニー・アッカーマンにもその瞬間があったそうだ。ある時ある瞬間に突然バカみたいな力が体中から湧いてきて、何をどうすればいいか分かるんだ。その瞬間が俺にもあった。